史上最速ジャガイモ収穫機ブリガール、収穫の悩み解決します。ブルガールは3つの楽があるんです。今までは畑に膝をついてコンテナに1個ずつジャガイモを入れる過酷な作業でした。楽その1、ブルガールなら座ったまま一度に作業できるんです。喜びの声をどうぞ。体の負担どうですか？あ、体全然負担来ないですよ。あの夜帰ってもですね、晩酌する余力が残ってます。前はそんなんとなかった？ないもう風呂入ったらもうパタンってもう、でも朝も起きるのがだるくて、目覚まし2回3回せんと、なかなかですね。分かった、体にきますよね。乗ってできるのはやっぱ楽、でやっぱり一番足腰にくるからですよ。そうですよね、で農業ってずっと立ったり座ったりの繰り返しだから、みんな膝腰に負担がきて続けれるんじゃないですか。これだったらね、もうほぼほぼ負担来ないから、70、75までは現役でやれるのかなと。ありがとう。悩みその2、今まではジャガイモが入った重いコンテナを引きずって移動させるのが一苦労でした。また空のコンテナを運ぶのも手間がかかり大変でした。楽その2、足踏みレバーで簡単にコンテナを畑に置けちゃいます。足踏みレバーを踏むだけでジャガイモで満杯になった重いコンテナを畑に下ろすことができます。さらに空コンテナ26個搭載できます。お喜びの声をどうぞ。疲れ具合はどうですか？全然違います。全然違う。どうなるんですか？前は座って、はい、やってたんですけど、抱えることもあんまりしなくていいし、コンテナ詰めするのに3名で1日1旦かかっていました。楽その3、3人で1日2旦掘り上げ選別コンテナ詰めできます。運転手も座って選別できるので、あっという間に楽に収穫できます。普通にするよりは だいぶ楽です。だいぶ楽、はいはい、もうずっと座った状態で開けるというか収穫できるというのは楽です。まあ今日比べてみて、やっぱりその掘りながら、開いながらで実際にそのコンテナの中に入れるのも早かったので、だいたい2人が多い。そうなんだ。頼んで人が下ろすときにはやっぱ10人ぐらいで、10人ぐらい、今から先妊婦さんたちがもう高齢なので、それを考えればやっぱり機械の、はい、そうですね。じゃがいも収穫機ブルガール、お問い合わせは藤下まで。 YouTube、ブログ、インスタ、Twitter の登録もよろしくお願いします。